青山がじゃあなんでおしゃれなねスノップな街になったかっていうとこから話して、それまでの、文化風俗文化っていうのは夜生まれる、新宿だとか六本木だとか、それが、ベトナム戦争が終わって日本では学生運動が終わって昼の文化になってきたのね。いわゆるその歓楽街とかそういうのがない明治神宮があったためにですね、それから大正時代に同潤会アパートというね、今の、おむつさんとヒルズですけども、それができて、でオリンピックの時に、青山通りがビヤーッとできたわけで、そういう歴史的背景があるんで、割とその夜の歓楽っていうよりも昼の文化、1976年にビームスが生まれた時っていうのはそれまでソウルだとかジャズだとかっていう文化だったのが急にカリフォルニアサンドになって、それまで夜のね、街にいた人たちが、セントラルアパートっていうところにレオンっていう喫茶店ができて、そこに最初のカフェ文化ですよね。で青山の方には昔新宿でジャズバーをやってた尾崎浩二さんっていう人が、ちょうど芸大の学生だった杉本隆さんと会って、お前ね独立するんだったらいい物件があるからっていうんでバーラジオができたんですね。で、その迎えに僕が学生の頃 O&O っていう、カフェっていうかレストランがあって、初めて24時間やる、今ではね元ファミリーレストランやなんかがそういうとこがあるけども、初めて24時間やるっていうことで、僕ら本当に海に行って帰ってきて明け方 O&O に行こうとか夜行こうとかで、その向かいにサラっていうやっぱり、レストランがあって、そういうとことレオンっていう喫茶店におしゃれな今まで夜徘徊してた人たちが集まってスケボーやったりサーフィンやったりっていう文化ができてきたので、青山通りには今ビームスがスタートする前に、あとキラー通りには、バンだとかエドワーズだとかジュンだとか、それから越野純子さんだとかがちっちゃい店を作って、原宿のモスタンドの上の方には、竹内さんのビギの最初の店ができて、でビームスがオープンする直前に青山にフロムファーストっていうのが 今でもあるところができて、そこで僕らの、当時の初任給が6万8千円の時代に20万円の、セーターとか売っているビブロスっていう店ができて、あとはアルファキュービックですよねができて、でそういうところにおしゃれな人たちがこう集まり始め、でちょうどバブル前後あたりに今度表参道だとか、フロムファスト通りに いわゆる今のスーパーブランドがこうでき始めてっていう歴史があるもんで、であと、ブルックスブラザースの上にバンの救急ホールっていう劇場ができて、割とそういうスノビッシュだったりおしゃれな人たちが集まってくるっていう街になったんですよね。いわゆるクリエイターの人たちとかミュージシャンの人たちであるとか、いわゆるコピーライターであるとか横文字商売の人たちが、当時は六本木のキャンディーだとかそういうところで遊んでた人たちがこっちに出始めるという、でビームスは1976年にオープンして、ちょうど我々 6.5 坪のちっちゃい店だった時に同時にベルコモンズが出来上がって、もうぶったまげたというかね、もう数百倍の鈴屋さんがやったわけだけども、ものができて、うわーいつかああいう風になってみたいなという思いを、すごく持った時代ですね。そんなのがスタートです。ちょうどねその前後で、いわゆるファッションであるとかいわゆるアートであるとかあるいはそのカフェ文化バー文化みたいなものがものすごく変化する時代で、例えば我々セレクトって言葉もなかったけども、
ニューインポートマーケットみたいなものができたりとか、あるいはその後の DC のマンションメーカーと呼ばれる既存のナショナルブランドに飽き足りない若者たちが自分たちでデザインをするというね、それがまあビギンになったりニコルになったり、という時代の変化のちょうど過渡期だったんですね。だから僕も、当時ビームス始めた時は25歳だったんだけども、初めてそのアメリカ文化に、例えば中学の時初めて洋楽に目覚めたり洋画に目覚めたりっていう世代で、初めてエレキを持ったとか初めてジーンズを履いたとかっていう、ね、初めて長髪にしたとかっていう世代だから、親の文化とは全く違うところがスタートして、ほとんどの、商業地っていうのは、真ん中にドーンと百貨店があって、でその周りにいろいろできてくる。でも原宿アラマに百貨店がなかったのね。つまり、今でいう裏原も含めて小さい小道があるところにドーンとアラマ通り、おっさん通り、キラー通りっていうのが走ってて、真ん中には本当に小さいパサージュがあって、そこに僕ら若者たちがちっちゃい店を作れる要素がまだまだあったのね。他の地区行ったら高くて、銀座だとか新宿だとかも高くてできないのが、ここにはそういうチャンスがあったというか、それがあって、若い人たちがどんどん来るようになったし、それからいろんなクリエイターも集まってきたりする。自分でね、そのクリエイターの事務所を持つったって、ね、なかなか既存のところじゃ高くてできないものが、ここだったらできる、ここにはチャンスがあるっていうことで集まってきて、それで街が形成されたという部分があるから。で、一番最初にびっくりしたのは、百貨店じゃなくてデパートじゃなくてあんな大きいものができたということで、そこにはね、小さい店が、だからおそらくその後のテナントビルの走りだったと思うんだけど、その後で、77年か8年に、ラフォーレ原宿ができたり、あとまあ渋谷の方ではパルコができたりとかっていう格好の走りだったと思いますね。ベルコモンズは青山のおしゃれな人たちに対しての、まあ、レディースが多かったけども、オープンして、でその手前でそのバンだとかジュンだとかエドワーズだとか、あとはキラー通りに、その後の、ランチマーケットの走りの極楽町っていう店ができたりとかですね、そんな時代でしたね。はい。最初の2年はビームスをスタートした時の看板屋号の上にアメリカンライフショップビームスってついてたんですね。ですから洋服屋を始めるっていうよりも、アメリカの UCLA の大学生の部屋にあるようなものを置くライフスタイルショップだったんですよ。真ん中にパインのテーブルを置いて、で学生の部屋にあるようなもの、ろうそく立てだとかお香だとかスケボーのホイールだとかネズミ捕りだとか、そこに T シャツだとかジーンズだとかスニーカーだとかを置いて、アメリカの学生の部屋を再現する。ところがね、なかなかネズミ捕りだとかそれ売れないから金もないし、売れたら買い出しに行くという状況だったんで、やっぱり売れるものは T シャツだとかデニムだとかスニーカーだとかだから、だんだんに洋服の比率が増えてきて洋服屋みたいになってきて、今そのねスケールが何百倍何千倍になってるけども、未だにうちがライフスタイルのいわゆる洋服だけじゃないものをやってるっていうのは、その時からずっと変わらない、ライフスタイルを売っていく店だと、ハッピーなライフスタイルを売るんだということは未だに変わってないですね。はい。あそこにね、あの土中心にホテルができるっていうのはすごい大歓迎ですよね。なかなかあの地区に、過ごしやすいホテルみたいなのがなかったんで、おそらくね、海外国内含めてニーズは結構あるというふうに思いますし、ただ自分もいろんなね、海外国内いろんなホテルあえて泊まって見てますけども、やっぱり例えば内装がすごいとか、ね、
デザインホテルでおしゃれだとかっていうのあるけども、うーん、必ず海外行ってデザイン新しいデザインホテルも泊まるけども、まあ一泊でいいなっていうとこは結構あるんで、いかにリラックスして過ごしやすいかっていうのはものすごく大事な要素だと思いますよね。やっぱり人と会ったとしても、なんかこいつといるとすごくリラックスするなとか、こいつといるとなんかすごくね、またたまに会いたいなとかって思う、そういう場所を人は求めてると思うんで、そこすごい大事なポイントだと思いますよね。だからそれがデザインなのかホスピタリティなのかアメニティなのか、いろんな要素あるけども、また来たいし、たまにここでこの気分を味わいたいっていう思いをどこでさせるかっていうのは、特にね、あの青山っていう場所で、他のとこと違う何かっていうものは求められてるんじゃないかと思うんで、それをすごい期待してますよね。